はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、キノキです。はい、じゃあ今日も、一日の様子を収めていきたいと思います。じゃあ今日もバリバリやっていきましょう。はい、最近はですね、読書する時間を増やしていて、今はね、こういったね、食に関する、本を読むようにしてます。自分の食生活に生かそうと思ってですね、こういった本をね、読んでます。めちゃくちゃね、ためになるんでね、いい勉強になります。皆さんもぜひ。めちゃくちゃ快晴、超晴れてるんですけど、クソ暑い。もう朝からこれ30度超えてるでしょ。やべえな。セミなんとかしてほしいな。もうミン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 うるせえし、家の入り口のところに死骸が転がってるし、もうね、嫌なんだよな、あれ。いやもう、ちょっと歩いただけで汗が止まんねえ。やーべえな、これは熱中症なるわな。ちゃんと水分取んないとぶっ倒れるよ。よいしょ。じゃあ、というわけで朝飯に行きます。はい、ここのとこはですね、パスタをね、ひたすら食べてますね。簡単で、いろいろなレパートリーもできますし、筋トレにもいいと思うので、ね、ひたすらパスタ食ってます。今日もね、お昼ご飯パスタにします。はい、もうここのとこ、毎日のように食ってるキムチを使った定番パスタ、完成です。これがね、うまいっすよ。はい、というわけで公園の方にやってまいりました。午後はですね、ちょっとめちゃくちゃ暑いんですけど、体動かしたいのでロードバイクに乗ってツーリングしたいと思います。ロードはですね、3年前ぐらいに弱虫ペダルの荒北に憧れてね、このね、ビアンキちゃんを買ったわけでございますよ。最近はね、もうほとんどね、乗ってなくて眠ってたんですけど、今日はね、クソ天気がいいので、ちょっとね、久しぶりに乗ろうと思います。ただですね、これも数年前ですね、ここにつけてたサイクルコンピューターとあとライトをパクられましてね、まあ外に置いといた自分が悪いんですけどね、いやもう絶望しましたね。サイコンなんて1万5千円とかそんぐらいしたんで、いやもう最悪でしたね。絶望、本当にね、許さない本当に。いやでも今日はちょっとそういったね、気分も晴らそうと思います。本当久しぶりにね、外でこうやってなんかアクティブに動くので、ちょっとね、楽しみです。はい、で、あと見てください、この格好やばいっすよね、このガチ勢の格好このそのね、数年前ロードバイクを買った時に一緒に買った格好なんですけど、まずは見た目から入るっていうね、めちゃくちゃね、ダサオなんですけど、いやでもね、これ好きなんですよね。このなんかサイクルシャツとかめっちゃね、かっこいいなと思って買ったんですよ。で、このね、ヘメットとサングラスはビアンキで揃えてこれやべえな。よし、というわけでこれで行ってきます。はい、というわけでね、今どこに向かっているかと言いますとですね、葛西臨海公園の方に向かっております。僕がこのね、ビアンキちゃんロードバイクを買った約3年前、初めて買ってロングライドを一人でしに行ったところが葛西臨海公園だったんですよ。で、今日はね、そのまあ懐かしさと言いますか、初心に帰って葛西臨海公園で癒しをね、求めに行きたいと思いまして、今ね、
チャリンコ漕いでます。葛西臨海公園ね、あの海もね近いし自然もあるんで、ゆったりねチャリンコ漕いでリラックス癒しをね体感できるかなと思いますんで、めちゃくちゃね楽しみです。いやーにしてもねいい天気すぎる、やばいな。いやーでもね、あの今世の中コロナですけど、こういう風にねあの密にならないね趣味とか遊びとかそういうのねやっぱり工夫していかないとやっぱねダメですよね。ストレス溜まっちゃって生活していく上で支障きたしちゃうんで、こういうやっぱリフレッシュってすげえ大切だなって改めて思いますね。これもねまだロード乗ってた頃の話なんですけど、友達3人とね埼玉のね上尾のね奥だったと思うんですけど、なんかねロードの聖地みたいな牧場があって、そこにねジェラートをね目標に行ったんですよ。もうね片道どんぐらい50キロぐらいあったから、走って食ったあのジェラート、あれね世界で一番うまかったっすね。あのジェラート50キロね汗だく流して食った後のジェラート、あれに勝るもんはないっすね。こう撮影しながらあのナビ見るっていうことができなくて道がさっぱりなんですよね全然たどり着かない気がする。もうなんかとりあえず雰囲気で走ってますけど、本当にこれでたどり着くのか不安なんですけどどっちだこれ、わかんねえけどとりあえず左折かないやまあこんなもんすよ、ライド、ロングライド。あのお姉ちゃんについていけば葛西臨海公園かな。あーいいね、下りやばい、下りやばいって、やばい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 、怖い、むしろ怖いわ、スピード出すぎ、ポールにぶつかるしこれ、怖い怖い怖い、ぶんね。よし、来た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 、着いた着いた、こう傘、うわ来た、でっかい回覧板じゃんかった、なんだっけ回覧板じゃね、観覧車来たー、ついに到着。はい来ました、葛西臨海公園です。いや見てください、この快晴、あとこの自然やばいね。で観覧車、いやいいね、なんかくっそ暑いけどこうやってね自然があったり、こうやって噴水があるとね気分がね涼しくなりますよね。いやなんか穏やかな気持ちになりますね。あーいいね。はい、それじゃあちょっとね中の方行きますけど、人やっぱいっぱいいるな、やっぱね家族連れが多いっすね。屋台とかも出ていいね、なんか夏って感じがします。それやべえなこのチャリンコゾーン、気持ちよすぎなんだけど、もはやもう風が当たって涼しいわ。あーいいね、やべえやべえやべえ、海なにこれ、絶景すぎんこれ絶景すぎん、やばいだろ。いやーもういいね、海があってテント張ってキャンプっぽいことして、こっちにはお花畑があって、でこっちはバーベキューして、いやーもう微笑ましいね、で汽車が来ると、いやーもう気持ちいいね。というわけでもうちょっとねチャリンコ漕ぎたいと思います。やべえなこの景色、
やっぱロードでね、こうやって来てる人結構いらっしゃるみたいですね。本当になんか山の中を走ってるみたい。やば、すげえ。お、なんかすげえとこ来たぞ、おい。すごいね、ここ。はい。というわけで、温泉に行こうと思います。いや、めちゃくちゃね、リラックスできました。ゆったりとできました。1時間半ぐらいね、ゆったり自転車漕いだり、海眺めたりしてました。いやにしてもちょっとね暑すぎる。もうねちょっと汗をね流しに温泉行こうと思います。いや楽しみ。じゃあ行きましょう。葛西に湯どころ葛西っていう結構デカめのねスーパー銭湯があるので、そこにね行きたいと思います。いやいやいや待って、ナビ見たらなんか大きい通り過ぎてんだけどもう全然気づかなかった。あったかな。じゃあ行くでー、行くで行くでー。あった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 ー。さあ行くでーと思ったらあったぞ。おい、なんだよ、思いっきり飛ばしていこうと思った矢先にあったわ。というわけでゆったりしていくとしていこうと思います。はい、というわけでお風呂上がりました。これから帰ります。もうね額にこれ汗かいてきちゃって、家に着いた頃にはもうまたねずぶ濡れになりそうです。はい、でね、ちょ日焼けもなんかひどくてね、あの腕のところはやっぱり T シャツの跡すげえ残ってましたし、これなんかね鼻だけめっちゃ赤くなっちゃってるんですよね。めっちゃなんかダサいんですけど、この日焼けの仕方なんなんすかこれ。というわけで家に帰ります。いやもうこれ帰ったら完全にビールだな。ビールを煽ろう今日は。はい、というわけで帰宅しました。もう結局もう一回シャワー浴びることになっちゃいました。もう汗だくでもうとても耐えらんなかったっすね。はい、であともう日焼けね、この鼻もほら真っ赤だし、あとねこの腕やばいでしょ、くっきり色分かれちゃってる。もういやもう日差しやばかったからな。いやもう今日はもう疲労がやばいっすわ。はい、というわけで僕はね、あともうビールを今日は煽るだけなんで、動画はこの辺で終わりたいと思います。自転車ね、結構楽しかったですね。リフレッシュにもなりますし、今後もね、ちょっといろんなところ行って動画回してみようかなと思います。はい。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。